一つの悩みがある。な、はあ、自分で行けよ。いや、姉貴は元ヤン同士で結婚し家を出たが、先日二人目の子供を出産、子育てのためしばらく実家に里帰りすることになったのだが、待てこら、出てきたような。ああ、俺は何を考えてるんだ。なんて飲んで。平気よ、平気。明日はもう粉ミルクにするからさ。たまには休憩しないと。あ、おっぱいもくたびれちゃうもんね。そんなことより、タクヤも一緒に飲もうよ。いやー、やっぱ実家っていいよね。たく、いつまでいる気だよ。大輔さんかわいそうだろ。うっせえよ。だいたいな、姉貴はだらしないんだよ。はあ？男？あんたなんて息子たちと変わんないって。なんなら飲んでみる？私のおっぱい、なんちゃって。飲む。はあ？飲んでやるよ、姉貴のおっぱい。 What did he say? そんなわけねえだろ。ちょっと見せてみなよ。It is what it is. It is what it is. ごめん、俺なんてことを。あれから数日後、俺はもはや姉貴のことをエロい目でしか見れなくなっていた。姉貴は俺の視線を意識してズボンを履くようになったけど、逆にそれがエロいんだよな。ちゃんとゴムつけてよね、次からは。もう限界だ、うん、姉貴、たくや。It is what it is. It is what it is. もう一回戦するぞ。はい、大当たり。熱海旅行券か。ただいま。あ、何それ、マジ熱海旅行券？これ赤ちゃんも OK なんだ。タクでかした。な、姉貴たちが行けばいいさ。すごいよこれ、最大7名様ご招待だって。家族みんなで行けるじゃん。はあ、疲れた。ほんとタフだよね。アイドリー、あのやめてもらえますか。おい、え、どうしよう、俺が何とかしないと。お前ら俺の女に何手出しやがんだ。はあ、ありがとうよ、タクヤ。坊ちゃん、早く続け。ああ、格が違う。さすが姉貴の見込んだ男。それに比べて俺は、まあしょうがないやつだな。ちょっと泳ごっか。何してんの？これは人工呼吸よ。タクのやつ溺れちゃってさ。また来ようね、熱海。あの姉貴、どうだった？いやー、やっぱり当たってたね。3人目ともなると感覚でわかるわ。大丈夫、あんたと旦那の血液型一緒だから、今度は女の子がいいな。これでしばらくゴム代の節約できるじゃん。今日もやっとく。